よっしゃー、スクリーム行くぞー。いやっほーい。改めましておはこんばんにちは。ゆっくり霊夢と、フランです。マリサだぜ。今回は、アリーナポイントがリセット、そして大幅なアップデートが来たということで、マリサとフランでトリオスクリームに行きます。今回はわかりやすいように、私が黄色いスキン。私は青いスキンできたぜ。視聴者のみんなはこれでわかりやすくなったかな。ていうかポーリーめっちゃ来てるやん。誰か突っ込めよ。サンファーティー上いるなぁ、こや。仕方ない、そこの UFO の残骸のところに待機しよう。お、こっちはフリーっぽいな。ここ、めちゃくちゃ物資落ちてるからトリオで降りても全然 OK なのよね。よっしゃゆっくりあさろう。おお、ボーニー側の家まであされるのか。あされる範囲が広くていいね。てか霊夢、アリーナポイント例じゃねえかよ。うるさいよ、カスタムマッチばっかりやってるとポイント増えないんだよ。まあウプ主もだけど、キャッシュカップに出る実力ないからな。チャンピオンリーグに行く必要もなさそうよね。後でちゃんと上げておくから見ててなって。よし、アサリ終わったから移動するぞ。シャドウキューブで移動しようぜ。もうおなじみだけど、シャドウキューブと風を組み合わせて移動すると長距離移動できるんだよな。最近、コツも掴んだよ。ダッシュするときだけ上を向いて、基本は進行方向を向いてると、上に行きながら前に進めるから早く移動できるんだよな。これが最適解っぽいけど、いろんな移動の仕方の人いるよね。お、ラムあるやん。鉄も少ないし、開けようぜ。よし、捕まえたぞ。よし、出てきた。アプデ5からチャブバズーカじゃなくてチリチャブスプラッシュに変わったんだよな。一つ20回復でペッパー状態にする。スクリーム、大会の終盤で活躍しそうだよね。3人で一気に移動したい時に便利そうだよな。今後の大会でどう使われるか気になる。鉄がなかったからここで鉄を回収するぞ。マリサがラマの鉄全部持ってっちゃったから。ふーん、早い者勝ちです。マリサも鉄回収手伝ってね。わかったわかった、顔怖いって。オーケー、回収完了。アンチの真ん中の方に早めに移動しちゃいましょ。お、今回、残り人数少し少ないね。まあ通常のマッチに比べたら多いけどな。間違いなくどこかでストームサージ来るもんね。どこかでサージ対策も考えよう。次のアンチ、どっちだ？ああ、コーニーの方だね。かなり離れてる。移動怖いな。W キー禁止のルールだけど、アサルトで撃たれまくるのは勘弁。いぜ、撃たれたわ。マジか、大丈夫か？敵の位置は遠いから大丈夫だとは思う。これからサージ対策でバンバン撃ってくるかも。チリチャブスプラッシュでささっと移動しちゃいましょ。いやー3人分ペッパー状態にできるのは偉大だわ。トンズラだぜー。よし、チリチャブスプのおかげでアンチ内まで一気に来れたぞ。でもここら辺めっちゃ敵いるわ。でかい家も取られてるし、丘上にも敵いる。いてて、丘上から撃たれたわ。弱いけど、この小屋で張り替えようか。やっぱり木の張り替えは強くないよな。そうねー、今の環境は燃やされる危険もあるし、スクリームだとアサルトレーザーで溶かされるからな。アンチ外れたな。よし、早めに移動していいところ取ろうぜ。この家の中を通ろう。気をつけて、この家、敵いるからな。うおー、なんか爆発してる。やべえ。見学してる場合じゃないぞ、移動早く。インザブッシュ。さて、どうしようか。一応、アンチ内にはいるんだな。どこかで張り替えたいよね。また木で弱いかもだけど、そこの小屋で張り替えましょうか。よし行こう。よし、足音しない。この小屋はフリーっぽいわ。霊夢、敵来てるぞ。まずい。機械は、私は足音でバレたわ。私とマリサはこっちでハイドしてるから、霊夢はおとりになってて。はぁ、おとり？霊夢を一人だと思わせて、敵が来たところをカウンターしよう。なんでこんな役回りを。やばい、敵来てる。フラン、マリサ、ちゃんとカバーしてよね。大丈夫、近くにいるよ。敵さんたち、一気に攻めてくると思うから、霊夢も気を張ってて。うわ、来た。無理無理無理、助けて。ほら今来たぞー。マリサ、格殺入れて。ドラー、二人持っていったぜー。ラスト一人、頼む。私こっちに待機してるわ。よっしゃー、三人倒したぞー。いやー、カウンターうまく決まってよかったね。私はただのおとりだったので、何もできてないです。何言ってるんだ？おとりという仕事を全うしただろう。霊夢完璧だったよ。全然嬉しくないのそれ。うお？物資大量じゃないか。3人分あるからな、ワンチャン次のアンチまで建築で伸ばせるかも。
ん、結構遠いけど、行けるところまで伸ばしますか。うん、やっぱり撃ってくるな。結構距離遠いもんな。移動できるところまでは建築伸ばしてくれ。オーケーよ。いてて、霊夢完全に見られてるな。伸ばすのはそのあたりにして、あとは普通に走って移動しますか。ストームサージ警報来たか。でも、1173以上。さっき1パーチ倒してるもんな。あれが大きかったね。今回、ダメージは気にする必要なさそうだな。準備はいいか？行くぞ。走る走る、俺たち。歌うな。やばい敵だらけ。いてめっちゃ削られたわ。でもなんとかアンチ内まで入れたみたいだね。一旦、安心だな。そ、アンチが真反対だ。どうやってアンチまで行く？まだ50人残ってるから走っていくのはリスクあるぞ。あ、私電波持ってるわ。もったいないかもだけど、ここで使わないときつそうだな。アンチ移動始まったぞ。おらー、行くぞー。ついてきてくれ。今向かってる。てか、アンチ内マジでやばいわ。行くところない。敵の拠点だらけ。左、こっち来て。オーケーオーケー、隙間を塗っていくわ。アンチ入った、ここで拠点立てよう。よし、あとは撃つだけだ。ソイン、一斉攻撃。終盤はラグいから、3人でレーザーすればダメージ入るもんな。あのボックス、撃ちまくろう。うおー、で、弾もめちゃ余ってるからな。サージダメージは余裕だけど、一応、少しでもダメージ稼いだ方が安全だもんね。よし、2点入った。倒して物資をハープーンで取るのが理想だけど、これじゃきつそうだな。みんな、そろそろ移動アンチのこと考えて。オッケー、私進行するわ。よし、ここからスタートする。最後のストームサージ警報持ったな。ダメージは1106以上。気にしなくて大丈夫だな。一番下のローグラは、今回川だからこの段で進めよう。資材温存で三角建築で進めていくよ。あかん、資材が木材しかない。霊夢、硬い資材分ける、今渡すわ。ナイス、アンチまでもうちょい。もう少しの辛抱だな。くぅ、重くて建築が立ってくれない。アンチまでもう少しだからゆっくりで大丈夫だぞ。よし、アンチ入った。でもアンチ進み。ここの屋根の下、気をつけて。開けるぞ。できる。じゃあ、進行に戻りまーす。今アンチの後ろの方だからな。早めに移動しないと大変なことに。屋根壁進行する。ついてきてー。進め霊夢、進め。止まるんじゃねえぞ。それは有名なセリフ。うわ、丘上がアンチなのか。段上げるよ。資材大丈夫か。分けるぞ。オーケー、一応レンガはまだあるわ。ちょ待って、敵いるって。うわ、上から入り込んできたのか。前もあかん、右から行くよ。オーケー、ついていく。は、何が起きた。嘘だろー。霊夢、ハープーンで釣られたのかよ。まあそれはしゃあないな。先端で狙われるのは進行の差だね。うん、あとは任せたよ。ああ、任せておけ。私たち終盤は得意だからな。さあ行くぞフラン。うん、狙われてるな。フラン、ここはローグラがいいかも。そこに一人いる。オーケー、私裏から回る。ナイスキル。よし、アンチに入ってるな。うん、資材はそこまで復活しなかったか。このままローグラで進行しよう。来たよ、最終アンチ。青ピンが最終地点だよ、そこを目指して。オーケー、助かるぞ霊夢。でも屍となっても私たちを助けるとは。執念がすごいぜ。だって勝ってほしいもん。頑張ってよ、二人さん。まあ頑張るぜ、任せてなって。マリサ、ハイグラの敵が痺れを切らして降りてきてる。ワンチャン構成差激しかったから、降りれてない奴いるかも。よし、ローグラで進んでいるだけでワンチャンあるぞ。この上にいるはず。うわぁ、階段邪魔すぎー。おい、落下で二人死んだぞ。予想通り、じゃあ残りはあと二人。って目の前にいる。フラン、そいつやれる。よし、やったぞ。グエーやられちまった。フラン、そのフォーカスと1対1だよ。やばい、緊張する。落ち着いて。資材ももう残り少ないからな。敵の体力はそこまでないはず。冷静に一発当てられれば。ウッドを開けてきた声。降りてきた。どやー。フランさん。よくやったー、ありがとう。いや、緊張したわ。終盤、ローグラを選択したことが功を奏したな。最近、スクリームでビクロイできてなかったから、めちゃくちゃ嬉しい。そ
そういえば2位が続いてたな。本当よかったよ。大会のシーズンも始まるし、この経験を活かして大会も頑張りたいね。レールガンもなくなって、競技面ではかなり良い環境になったからな。よし、それじゃあまたみんなでアリーナ回すぞ。今回の動画はここまで、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。